시엔장 풍각풍섬 열고 가고 싶었는데 즐기고 싶었는데 이것도 대화 엄청 길 거 아니야. 그치? 안다. 형 나 $30 구해 왔어. 약속通り 金を 持ってきて. これで 教えて もらえねえか. まあいいだろう. 제가 여권을 잃어버렸는데 형. 근데 목이 되게 특이하게 생겼다. 3일前 俺の パスポートが 어떻게 목이 저래 사람이? ここに持ち込んだやつがいなかったか 教えて くれ. 来たぜ. 本当か? ああ、ミッケ。ああ、정확히 계약. 바라쿠다って 진호노 아이츠라카. 그 사람 해체하는 걔네? 다이고치쿠와 카우누코니 아르 후호 선교지대다. 주위와 펜스에 가지가지니 가고마레테데. 그래서 강 넘어가 막혀 있었구나. 요소몬가 다시에르 바쇼자네요. 소코니 오레노 파스포르트데 하이루테나 도우유 코토다. 아소코니와 오모시레 룰루가 아테나. 다이고치쿠니 하이리타키야 관광객から パスポート 奪ってこいって 言われるんだ. 세상에. 파스포트? 뭔 ためだ? 아소코 시키ってる 바라쿠다노 시노기가 미조 여권이라서다. 어. 미조 여권 만들려면 진짜 여권이 필요하겠지. 그렇지. 実は 俺が ここで 買い取った 아, 직접 납품하시는 건 아니구나. 이 형도 経由して 바라쿠다니 流れてる. 타인의 パスポートが 다이고치쿠의 パスポートになるってわけだ. そういうこと. だから あのお姉ちゃんは あんたから 盗んだのを 使おうって 考えたんだろう. 女一人で 다이고치쿠に 近づくなんて 相当 リスキーだからな. 그런데도 간 거야? 왜 간 거야? 事前に 俺のとこに 確認に 来たんだろう. なるほどね. でも なんで 千歳は んな 場所に 行こうなんて 思ったんだ? さあな. まあパスポートは諦めな。大五地区に渡っちまったら取り返すすべはね。パスポート取り戻すのもあるけどよ。それ以上にあの子に用があるんだよ。用事っつっても今頃大五地区の中だろ。会いたかったらあんたたちも大五地区に行くし。でも俺の予感の踏んちゃがいてるかじゃから。バカ言え。あんなとこ死にに行くようなもんだ。いや。 茜さんが何者かに追われてるか、もしかするととっ捕まってるかもしれない状況だ。千歳から何とか手がかりを聞き出して、大五地区に入る方法は他にないのか。なくはねえけど、パスポート盗む方がよっぽど楽だぜ。あ、あるのか。聞かせてくれ。 さっきも言った通り、大五地区はフェンスと監視でガチガチに固められてる。けどな、月に一度警察の巡回が入るんだ。警察が？大五地区の治安状況確認っての。そんな訓練場だろうな。だが、実際のところは警察も仕事してますよって体裁を保ちたいだけだ。中で起きてる犯罪やら何やらは全部知らんぷりで帰ってくる。 その巡回役の警官がローマンって男でな。当然そいつはバラクーダと図々の関係だ。そのローマンってやつになしつけるか、月一の巡回に同行できるかもしれないってことか。くそ、よりによって警察かよ。お前は顔を見せない方がいいだろ。交渉ごと。どうぞ。俺が立つ。 俺はローマンにとってもリスク。けどドヌル間に入れたらこれ怖いよ。おまけに奴はどうも金に汚くてよ。5万ドル？それってどう？500万円かよ。それも冷やし手だ。お前らにさ。いや、大差だ。なんだ？あんたそんな大金持ってるのか？
何事も交渉次第だ。ふん、あんたが何者かは知らねえが、まあ会いに行くだけ行ってみな。ローマンは第五地区の近くにあるダイヤモンドヘッドってバーで毎晩飲んでる。わかった。おい、マジで行くのかよ。なおい、야토미자와야내가전에그래서말했잖아여기가더지옥이라니까悪いことは言わねえ。第五地区に行くのはマジでやめとけ。あのバラクーダのアジトなんだぞ。그니까死にに行くようなもんだ。네가선택한지옥이야。아그럼까고로견뎌야돼。어쩔수없어。第五地区に乗り込むのが一番の近道な。불쌍하네。そうするまでだ。え、それによ。別に喧嘩売りに。지들은안죽는다이거야。あの千歳って子を探してだけだ。うまくやれや。バラクーダとのトラブルも避けられるかもしれねえだろう。되게속편한소리。だからその考えが甘すぎだってんだよ。되게정상적인거야토미자와가。俺らは。당장어제칼로막이렇게사람찢어버려찢어밝히는걸봤는데。よく分かってねえのかもしれねえ。でもどうした。아니면토미자와이렇게밑바닥까지떨어진데는바라쿠다가뭔가했나바라쿠다도무슨일이있었나본데내가よかったら話聞かせちゃくれねえか。力になれるかもしれねえ。카세가는네가대답할때까지물어볼거야。それに、よかった。정확해요。역시키류형이야。깨뜨려보죠。こいつのしつこさはもう分かってんだろ。약간그런거지。아괜찮아괜찮아너편할때얘기해。그래서뭐라고 말하기싫어。아예편할때얘기해이러면서계속돌릴거야。미지카크모스마네가나。그래서무슨일이있었을까요。もう何年も前のことだけどな。俺は病とは関係なく、まっとうにタクシードライバーやってた。おめえ、もともとタクシーのうんちゃんだったのか。稼ぎはしょぼいけど、それでも楽しくやってた。惚れた女がそばにいてくれて、もうすぐ子供も授かろうってんだからな。思えば、あれが俺の人生のピークだった。家族がいたのか。マリーって言ってな。そりゃあいい女だった。あんたらに会わせてやりたかったよ。彼女が妊娠6ヶ月になるかどうかって頃だ。俺らの家に警官たちが押しかけてきたんだ。逮捕状持ってな。逮捕状？俺があるタクシーを襲って乗ってた会社の社長から大金を強奪したんだとよ。何？当然事実無根だ。なのに次から次へと目撃者が出てくる。裁判の結果は懲役5年。弁護士に言わせりゃ無罪を主張してたら15年は出られないってことだった。じゃあ罪を認めたのか。やり手弁護士を雇うような金はねえ。認めて5年か、ごねて15年かって選択肢しかなかった。悪夢ってのはまさにあのことだ。貧乏人のささやかな生活があれよあれよという間にぶっ壊れていった、うん、なんで俺がこんな目に遭ったのか、それが分かったのは無所に入った後だ。俺と似た経緯でぶち込まれた奴らが他にも何人かいてよ。話を聞いたんだ。おめえ以外にも？ああ、そいつらが言うにはバラクーダのボスが自分らの犯罪を無関係な人間にかぶせてるってんだ。目撃証人を何人もでっち上げて警察まで買収してな。さっきタコ製のジェフがローマンっておまわりについて話したろ。あいつが警官側の親玉らしい。昔からやってることは大して変わってねえってことだ。バラクーダは警察を取り込んでるってことか。マリーさんはどうなったんだ。刑務所に入ってから一度だけ面会に来てくれてな。腹の子は流産しちまったってよ。あいご。あんだけのストレスにさらされたんだ。無理もね、きっとろくに飯も喉を通らなかったんだろうし、
寝れなかったんだろう。肌はボロボロでガリガリに痩せこけてた。俺がこんな目に遭ったせいでよ。マリーとはそれっきりだ。無所を出た時にはもう行方がわからなくなってた。せめてどっかで健康にいてくれりゃいいんだが。あまり楽しい話じゃねえって言ったろ。あいにくまだ続きがある。無所を出てすぐ俺は第五地区の近くにある高級レストランを監視し始めた。レストラン？そこがバラクーダのボス行きつけの店って話を無所で聞いてたんだ。針金はたいて銃も手に入れた。そこ자기도죽으신각이었구나。マリー、それに生まれるはずだった願望の仇だ。幸いボスの面は割れてた。どれくらい待ったか、ついにその時が来た。無所の中で何遍も思い描いた光景だった。俺は群がる手下をかき分けて奴の顔面に鉛玉をありったけぶち込むはずだった。でも持てけっちも。なのに実際の俺は体が震えて、あいご、一歩も足を踏み出せなかった。완전일반인인데지금。想像してたよりもずっと声が手薄だった。やろうと思えばできたんだ。奴は上機嫌に俺のすぐそばを通り過ぎてったんだ。なのにできなかった。俺はただの腰抜けだった。だからこそお前は今生きている。もし撃っていたら間違いなくその場で殺されてた。開きにされてな。ああ、おかげでこんな惨めな様を晒してる。撃てもしねえ銃ちらつかせて、のんきな観光客から金せびるチンピラだ。こんなのでも生きてるって言えるのかよ。富沢、借金をきっかけに病に取り込まれたのはその後だけど、バラクーダと張り合おうなんてのはハワイじゃあいつくらいだからな。あんな集体晒しといて病の下にいることでまだバラクーダと張り合ってる気でいるんだ。俺は救えねえよ。잘들었어그럼이제갈까と話は以上だ。どうだ、バラクーダのヤバさも俺のクソさもさすがに伝わったろ。ああ、バラクーダは相当ヤバい。도시락을좀더사가면되지않을까요。よくわかった。そうだな、警察とつながってるのも厄介だですね。でもおめえがクソだって見解にはちょいと意義ありだ、富澤。おめえはクソでも腰抜けなんかでもねえ。だってあの病と手切る決断できたじゃねえか。あん時だっておめえは死ぬかもしれなかった。でもやれただろう。あれはお前らに当てられて。ああ、결정은네가한거지뭐。ああ、똑같은생각。おめえ自身だよ。あ、強盗はクソだぜからな。そこは間違えんなよ。そんだけつれい目にあったんなら、もうバラクーダと関わりたくねえって気持ちは。契約이면아예끊어버리는게낫잖아요지금。でもよ、おめえが今の生き様をみっともなく思ってんなら、前向いて生きるためにきっちりけじめつけるべきなんじゃねえか。けじめってのがバラクーダのボスを殺すことなのか何なのかはおめえ次第だ。何にせよこのまんま連中にやられっぱなしじゃ尺じゃねえかい。だからよ、一つ俺らに手貸しちゃくれねえか。手を貸す？ああ、俺らはよそもんだし。ちょっと俺も取り画面でちょっと怪しい。でも茜さんを探すのは急がなきゃならねえ。だからやっぱり第五地区には行こうと思うんだ。おめえみてえなハワイの裏にも通じてるやつが力貸してくれりゃ心強い。おめえは俺らをガイドするついでに連中にけじめつける。どうだい、一石二鳥ってやつじゃねえか。ちょくまんねえ、キルさん。ああ、お互いいいことずくめだ。悪い話じゃないと思うぜ、富澤。
それでうまいこと乗せたつもりかよ、タグ。バラクーダのヤバさは説明した。それでもあんたら行くってんだな。여기가지옥이라니까친구야分かったよ。여기가더심한지옥이야。行くよ。お前らみたいなお人よし、俺がいねえとすぐバラクーダの餌食だ。ねえ。そうこなくっちゃな。頼りにしてるぜ、トムさん。ああ、じゃあ改めて行こうぜ。まずはローマンの野郎からだ。頼もしい仲間ができたな。ええ、富澤のためにもやってやりましょうや。여긴또어디아그럼우리가는거지시토세구하라누나이게뭐팔아누나그가격이인플레가좀심한것같아요예이게이인플레이션이이게거의뭐퍼킹인플레이션이야너무비싸이씨땡큐내마음처럼비가오는구나자가볼까요오카사파런뭐니들이뭘할수있는데이차타는데도있어괜찮아괜찮아아저앞까진또못가게막아놨나홀리쉣뛰어아니애들레벨이너무보라색인데 Hey you there 까비자뭐다뭐다뭐다그라운드라이다대가리대근데위험하긴하다애들진짜많다캣풋자여기가그보스가죽치고있다는거긴가요나라즈모노노이코이노오빠って感じだな어마론아로만보스가아니라로만이죽치는거같아요관광の方かなようこそハワイへ楽しんでますか예예言いたいところだがタコス屋のジェフから通報があったよバラクーダに入団しようとする不審な輩が来たってねいや町の危機を未然に防ごうと尽力する彼は市民の鏡だ抜け抜けとよく言うぜなるほどな表向きはそういう体で行くのかジェフの野郎チクりやがって俺たちはバラクーダに入団するつもりはない第五地区に入りたいだけだお前が手引きできると聞いたんだなまさか俺は第五地区の巡回担当ではあるがそんな裏で手引きだなんてそれに君は指名手配中のジョン・ドゥー君だ第五地区がどうのなどという話をしている場合ではないななあローマンさんよあんたにご家族はなんだね急になーにあんたくらい熱心な警察官ならさぞに무슨협박하고있는것같아ジェフ형그렇게안봤는데それはもう別品の神さんと目に入れても痛くね自慢の息子がいるよ
今年ちょうど二十歳。ああ、くれよ。まあ、そういえばあいつ、車欲しがってたな。5万ドルはするっていう。몇 살인데? 한 3살? しかし俺は白球のしがない警官だからな。もし息子の願いを叶えてくれる人がいたらいいんだけどな。いないかな、そんな人。本当に5万ドルせびってきやがって。ジェフの野郎。情報。그래서키류형이여기서교섭하는거아니야?나서야지빨리그래서밤새있을거야괜찮아몇마리안돼자どうする払うのか어まあ払わないならここでゲームオーバーだ見ての通り、客はみんな俺の手駒だ。ここで起きる出来事は全部事故だ。お、그럼우리가패드사고아님?개꿀。すがすがしいくらいのクズだな。ロマ。あいにく俺たちはそんな金持ち合わせていない。だが、第五地区には案内してもらいたい。하고싶은말은전달했어。なんだお前それにこいつの冤罪も証明してもらわないとな、うん、俺にも警察の知り合いが何人かいるがどいつもこいつもてめえの信念のために命張るバカもう立て형사님같은분들おい近づくなおめえみたいなのが警察のバッジつけてるのを見るとヘドが出る来るなって言ってんだろ気持ちそうおいおい危ねえなこっちは何もしてねえのにチャカぶっ放すとはよ Well, what are you waiting for? 富澤行けるか할수밖에없어言われるまでもねThese damn tourists think they can walk all over us. Let's teach him how wrong they are. 그런미래는오지않을텐데어떻게되지아난바있었으면일단한방바꿔들어가는건데아그라운드와이나갱판칠시간이다대가게와나시다대가즈가이르나심플히이르탕탕탕니가뭘할수있는데쇼로이시고도보치명타율이올라갔다아빠스터스매시탁탁탁자제대로패볼까요한방두방아세방아미스더들어오나요애들하와이경찰도별거없는데못막았어오케이아쇼아파
쳐버렸어. 경험치 진짜 많이 지금 미쳤다. 메가 스윙. 진 단도의 그. 팀장아 잘한다. 이것도 다 사고잖아요, 그죠? 뭐 하고 있는데요? 뭐 하고? 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 얘 안 죽어, 괜찮아. 소우다나. 비비타지. 비비타잖아요, 바가야로. 우리가 오마야의 가족도 뭐 친구도 뭐 낸다서. 아니야, 우리 같이 밥 먹어서 이제 친구야. 쏘까. 오라 덕분이 낫지다도 못되다지. 소리 우리 그거 돌았다. 이 지방은 약간 카피바라야, 카피바라. 아야, 뭐야. 키리우사, 우리의 카미노게 괜찮습니까? 타마 갔다도 모은스케도 하기때마세. 괜찮아, 괜찮아. 別に 난ともねえよ. 사키츠가 고개てるだけだ. 모토모토 치리치리なんだから 気にすんな. 아? そういうこと言います? こいつ적응해. 네가 선택한 지옥이라니까 몇 번 말해야 돼. 어? 저희 그래서 드려 보내 주시나요? 바라쿠다의 대사기토메테. 경찰의 타시바를 쓰고 죄미 모나이 히토타치니 누레기노 키세데키타. 마치가이 나이나. 소다. お前はこの二人、富澤と春日にも濡れ衣を着せたんだな。ああ、そうだよ。この野郎。富澤、その怒りはバラクーダにとったっけ。こいつはただの下っ端だ。 俺に 引っかぶせた 容疑は きっちり 撤回してもらうぜ。 おかげで せっかくの ハワイなのに 6スポ 外も 出歩けねんだ。 사실 되게 자유롭게 돌아다니고 있었던 것 같긴 한데. 分かったよ。 そりゃ どうも。 要件は もう一つある。 俺たちを 第5地区に 案内しろ。 え? あんなとこに 何の用だよ。 관광객이 가는 場所じゃねえぞ. 친구야, 이 쌍판 좀 봐봐. 이 관광객들 얼굴은 아니잖아. 다이고치쿠니 隠れてる. 그 참 그. 다이고치쿠니 안내するのは 不可能じゃねえが. 俺にとっても 危険な 賭けなんだ. もしバラクーダのボスにバレたら. 바라쿠다のボスとやらが 誰か 知らねえが. 俺もそこそこ怖いぜ. 덜 맞아서 그런가 봐. 네. 알았다. 알았다. 안내する. 아싸. 次の 巡回が あるんだ. 正午に 第5地区の 게이트前に 来てくれ. 오케이. 協力 感謝するぜ. ハワイでの 公然 わいせつ罪は 罰金 1000ドルだった. その金だ. 5만 ドル. 그래도 1000달러 대신 내주네. 고맙다. キリュウさん、すみません。恩に来ます。これでやっと無罪放免ってわけか。ひとまず助かったな、ローマンさんよ。富澤に感謝しろよ。富澤はね。ああ。そうか。나중에 다시 와야 돼요? 아씨 귀찮은데? 어? 아니 몹이 너무 많아가지고 위험해. 괜히 위험한 곳이라고 했던 게 아니었어.
얘네 뭐야? 죽을래? 진 단독의 극! 무친 개무서워. 스윙 아파 많이 아프지? 아, 어차피 이제 가서 잘 거니까. 4달러? 뭐야? 원거리 택시를 불러서 더 비싼 거였구나. 원격 택시, 원거리를 한다. 아. 아니, 그러면은, 오카사파 너무 비싼데, 진짜? 그런 관점에서 보면. Oh, mega swing. Ah, mega swing. 이거지. 이게 용사거든요. 좋다, 좋다, 너무 좋다. 가자. 잡시다. 人種だったな。まったくだ。俺はもう平等平等よ。キリュウさんは平然としてますよね。やっぱ物が違う。あ、キリュウのもうちょっと人間病気だよ。意地張ってるだけさ。ならさ、一杯引っ掛けて影響を養うってのはどうすか。 これは冷蔵庫に入ってる。グラスは3人分くらいはあるだろう。やり。お、あるある。グラスは俺持ってくよ。おう、サンキュー。さっきはよくこらえたな、富澤。俺もそこまでガキじゃねえっての。 朝は山井の子分だったのに、今はお前らと一つ屋根の下。挙句、あの第五地区に突入か。人生、何が起こるかわからねえな。おい、妙なことに巻き込んじまって悪いな。バカ野郎、巻き込まれたんじゃねえ。俺は俺の人生のけじめをつけるために行くんだ。それに、 お前らに人生変えられて、その上命まで救われちまった。あじ、ここまで地獄マスル手ドラマ、ここまで組み立てちゃうか。俺も落ちぶれちゃいねえんだ。迷惑と言われようが、俺はついてくぜ。ありがとうよ。だけど本当に後悔してねえか、病と手を切ったこと。 焚きつけたのはお前だけど、決めたのは俺自身だ。もともと山一派に加わったのも奴らから借りた金が返せなくて取り込まれたんだ。そんな風にずっと流されるまま生きてきて、こんな年になっちまった。年なんて関係ねえって。今からだって十分やり直しが効くさ。そうかな。ああ、 俺なんか18年懲役くらって、お勤めを終えたのは40過ぎだぜ。でもそっからの人生、ああ、そうだな。ああ、すげえ楽しいよ。だからきっとトミー、おめえも大丈夫だって。なんだよトミーって。いや、富澤だからトミーだろ。 だっせえあだ名だな。やめろよ。トミラゴ12か、ちんちゃ、없어 보이긴。え、いいじゃねえか。ねえ、キリュウさん。お前のネーミングセンスは知らんが、やり直しはきっと効くさ。
そいつが一生懸命に生きりゃきっとな。ああすんません、話に熱中しちゃってた。キリュウさんもロックでいいすか。いや、俺はこれがいい。저거뭐라그러더라얼음있는게온더락이고物事には終わりがあるってことも知っておくといい。やり直しは効くが、それは遡るってことじゃねえ。人の一生はどこまで行っても一筆書きだ。だから一瞬一瞬を一生懸命生きられる。頭じゃ分かってたつもりだったが、身に染みたのは俺もつい最近だ。キリュウさん、なんかあったんですか。ああ、お前らには言っておいた方がいいだろうな。俺はな、ガンなんだ。여기서말하는구만。余命半年とそう言われてる。이발매전정보에서너무유어이러고3장이끝난다고요어예일단은알겠습니다저장을할게요